皆さんこんにちは。セレオということでちょっとねフラミにはなってるんですけども、皆さんご存知かと思います。私には新しい家をね旦那さんのおかげで購入できたんですけども、結構ね広いお家になりまして、まあ家の中はねそんなにすごい広いってわけじゃないんですけども、ね、この見てわかる通りねお庭がね結構広いんですよ。一角なんです本当に広くて、でちょっとあっち側もねあるんだけども、反対側もあるんだけども、反対側の玄関先もね結構な広さがあるんですよね。で芝刈りとか結構大変なんだけども、何より大変なのがですねこっち側なんですよね。旦那様が一生懸命基本的にやってくれてるんだけども、結構ね生い茂ってる。こっちもねうちの範囲なので、ある程度ね手を作ることができるんですよ。なのでちょっと私ねガーデニングに目覚めようかなと思いまして、しばらくねガーデニングの動画を撮っていこうかなと思います。なんですけども、まあ、別にね今の花とか植えるわけではないんだけども、なんかね本当にあんまり綺麗じゃないので、内側をね綺麗にしたいっていうね気持ちはすごいあるんですよ。なのでちょっとしばらく秋口になるまで、まあ、雑草取りをね変化を楽しんでいただければなと思います。でゆくゆくはなんかあのスロープか階段とかなんかいろいろ作れたらいいなと思ってるんだけども、仙台の人しかわかんないと思うんだけども、ボタニカルガーデンみたいなそんな感じでね作れたらいいなと。ね、ほんと広いからね。で落ち葉とかどうすればいいかわかんないんだけども、まあ、ちょっとねいらない木とか切りつつ根っこ抜きながらやっていこうかなと思います。ということで今日はですね一番手前の方からいらない草を頑張って抜いていこうかなと思います。なんかこういうのもねあるんだよね。なんか綺麗な芝生にしたいんだけど、なんかこういうよくわかんないやつが生えてくる。ほんと大変ですね。もし何か処理方法知ってる方いたら教えてください。犬とかも飼ってるのであまりね除草剤とか使わない方がいいんじゃないかなと思ってるんだけども、よくわかりませんね。今日ねいろいろ買ってきました。なんか多分これ根っこ抜きだね。根っこ抜きと、あととりあえず熊手っぽいのと、カッター植木をカッターみたいなカッターシャベルね、こちら買ってきましたので、多分これ3つあればそこそこいけるんじゃないかなと思います。ちょっとねエプロンとかは買ってないので、まあ、そのうちねお隣の人がね結構ガーデニング屋さんな感じなので、この木とかねいろんな木をね買ってきていただいたので、これもね植えるために頑張って綺麗に見せるために処理をしていきましょう。どっから手をつけていいかわからなすぎて、近くで見るとこんな感じなんだよね。なぜだかわかんない。コンクリートとかもねなんかいろいろ落ちてるから、こういうちょっと細かい木とか、なんか旦那さんここになんか植え付けをしたみたいなんだけど、このわらびみたいなやつを植え付けたみたいなので、それはね気をつけてやりながらここら辺をね先に綺麗にしていこうかなと思います。本当はね大変だこれはということで、もしねなんかこういう風にやればいいんじゃないみたいなことをね書いてくれれば参考に出しますので、ぜひ書いてください。はい、ということでちょっとね昨日もね頑張って綺麗にしたんだけども、もっとやっていこうかなと思います。木の根っこを抜きたい。でどうすればいいんだろうね。なんか袋買った方がいいよね多分ね。ここにどこにどう置けばいいんだろう。皆さん教えてください。ちょっとよくわかんない。どっから手をつけていいのかねわかんない。とりあえずなんか予定ではこの熊で基本的に使って、葉っぱとかねそこら辺で切り分けながらできればなと思っております。ごめんなさいだけど、しんめちゃんねごめんなさい。まあ、根っこを抜きたいけどさ、抜き、まあ、雑草生えないようにしたいからね、根っこ抜きたいんだけど、抜きすぎてなんか地面が柔らかくなるみたいな、そんなこともあるかもしれないから、それだけねちょっと怖いですね。本当はね大きい熊で使ってまとめてやりたいんだけど、なんかちょっとねそれもそれで大変なので、ちっちゃいのやっていきましょう。まあ、とりあえずこんな感じでやっていこうかなと思いますので、ちょっと後でビフォーアフターみたいな感じでできればなと思います。多分あんま変わんないけど、ということでまたちょっと後で会いましょう。で途中でになってタイムラプスになってしまったんだけども、まあ、こんな感じでね、いらない木を抜いております。でねこの手前の方に丸太があるのでちょっと邪魔になっているのと、一本取れましたね。でもう一本ね頑張って取っているんですが、根元がね結構太い根っこなのか幹なのかつながっていて、かなり取れにくかったんですよ。で、そのもう一個のね、さっき買ってきたカッターナイフ的な
ナイフスコープ的なものを使って一生懸命切ってるんだけども、まあ全然、全然釣れない。本当に難しい。で、これがね、まだ2つ3つ何個もあると思うと、しんどいなぁと思いました。で、まだまだね、これを聞いて景観を良くしないといけないので、ノコギリとかね、普通に買ってはいるので、それをね、駆使しながら、どんどんやっていこうかなと思います。まだね、まだまだ全然汚いんですが、またね、動画を開けていこうかなと思いますので、週末ね、まあ、週末ぐらいにできればなと思いますので、ぜひ見てください。ということで、1個取れましたね。今日も見ていただいてありがとうございます。バイバイ。